チャンネル新東寿司です、はい、海鮮丼が有名というかえげつない量なんですよね。超大盛りしたから、超大盛り、もともと多いのにさらに多いか、大盛りにしました。どんなやっちゃったかな。レスラーですからね。あ、見せていただきます。海鮮丼の写真が、海鮮丼の写真、そこ触る思った、わかりますかね。優しく目もすごいですね。ごっついっすね。種類が何種類あんのこれ。何種類ぐらいあるんですかね。15ぐらいちゃう。15種類ぐらいの超豪華な海鮮丼です。こちらの超大盛りを今日はいただきます。これはあのカニ身です。カニ身めちゃめちゃローヤ。刺身もごっついからな。刺身もごっついですか。刺身も俺普通言うてん、はい、バタルよう来たからバタルハーフしよう、ハーフ。あ、普通じゃ多すぎるから逆にハーフにするんですか。ハーフでごっつい。これ大丈夫なんですか。大丈夫、超大盛りで大丈夫。レスラーですからね。レスラーやから食べられるでしょ。レスラーやから大丈夫です。無限に食えます。ヒル500円のやつあるやんか。あれも前の方で並ばない。あれがだから食べられへん。だから並ぶやん。夜はいくらだろう。夜なんもないやろ。それも書いてますけど、あの夜の海鮮丼って書いてますか。あれ1280円。十分でもあのクオリティで言うたら1280円で安い。お安いんです。めちゃくちゃ安い。めちゃくちゃ安いですよ。新東寿司さん安っ。小スパがカニ身です。一旦家帰ったりしちゃった。めっちゃ増えてる。でも大将、お姉さん、お姉さん、じゃあ3人か、すごいっすね、こういう広いお店を3人で回される。家族経営なの。家族経営、来ました来ました。これエグいですって。お姉さん飲み物ちょっと待ってください。これが何、天ぷら。ハモ天ちゃん。ハモ天ですか。これが刺身盛り合わせ。すごい量が、これ量刺身盛り合わせシャラップめちゃくちゃうまそうっす。いただきます。あと鮮度も高いと思うんですよ、色を見る限り。食べ、もう我慢できないんでいただきます。我慢できないし、海鮮だったら食べられる。レスラーですから。でかい切り身が、皆さんこれがイカですよ。めちゃくちゃでかいですって。いただきます。うわこれはもう完全に宝石箱っすね。海のこれ。幸せです。僕の遠い面には美女がいるっていう。まさにこれ竜宮城です。シャラップ昨日プロレスの時シャラップ20回ぐらいしたんちゃう。40だったら40回しました。はい、シャラップ仕事付き40回したと思います。はい、数えてましたちゃんと。これはやばいってマジで。これマジでやばいって大将。やばいですこれ。これだってどういうことなんですか。ちょっと多めになってるけども、どっち、俺たちの店これドド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 ドーン。これ海の宝石箱っていうか、もう海のチャンピオンカーニバルです。シャラップ、シャラップいただきます。
これまずどこから手をつけていいのかですよね。初手がわからないです。もう要塞ですこれ。竜宮城。初手が迷うんですが、僕はもう醤油にこのわさびをですねぶち込んでですね溶かすわけですよ。そしてこの竜宮城の上にドーンですね。これがいいと思います。いただきます。あめっちゃ量やなこれ。ご飯が見えない。やっとご飯見えました。ご飯が見えました。あ、うまっ。うん。いやめちゃくちゃうまいです。ほんまに。それでも最初言って正解やな。でもほんま。いやほんまですよ。僕もこれ以外食えないですなんも。でも贅沢っすよねこれ。ね出てこない。でも貝入ってるもん貝。何でも入ってる。もう知らんけど。ああ。倍っすね。完全に倍っすこれ。絞りたいよってよく言ったな。ありんことなことな。それと大盛り2つ小盛りだけど、全体量が1個分足りてるから。まだこのライン、ただレスラーですからね私。食べますよ。レスラー今日二日酔いじゃん。先輩そうなんですよ。二日酔いなんですよ。さすがレスラーよ。傷つくの女の子やから。なかったみたいし。光さん出したやんじゃん。入っとった。鬼みたいなこと言いますね。入っとで。全部入ってるんですよ、多分。オールです。そうそう。贅沢丼もほら。何入っとった。で。なんか、ゆかりが自分で構成で飲めなかった。たぶん4分の1ぐらいは食べてると思います。まだまだあるやん。幸せです。これ、ほんま。だから、うな丼行くんちゃう。先輩、無理ですよ。楽しそうやからね。はい、ありがとうございます。だけど、普段はあんま飲まないから。飲まないのよ、あらに。まあ、多分あと半分ぐらいかな。多分そこが見えました。なんか安心する苦しいもん。
誰が炊けるやつ？すごーレスラーやからレスラーですよ、はい、やられてもらう、ま、ま、あの、うな丼もう、うな丼もうダメですこれ以上は入らないです。おいしい。どこに来たの？大阪のマグロのではなく食べたで分かる。あーあもう一杯ということで完食しました。ありがとうございます。めちゃくちゃ美味しかったです。先輩最高でした。このレスラーですからね。シャラップシャラップ。チャンネル登録よろしゅう頼んます。